ヒューガ、はい、川端です。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕いきます。今回、CDF クリエイタードリームフェスという名前で開催させていただくんですけれども、ドリームっていう、英単語が入ってると思うんですけど、やっぱ東京ドームっていうのはたくさんの人のにとっての夢の舞台であって、でそこに、僕たちを含め YouTube クリエイターが、まあ、立つ時代が来たっていうのがまずすごい本当に YouTube ドリームだなっていう。コムドットってやっぱりそのチャンネル登録の目標を宣言するチームだっていう風に結構思われがちなんですけど、別にチャンネル登録の目標を言うのは僕たちのなんていうんですかね、こう夢を宣言する過程の一つでしかなくて、他にもたくさんのことをこう宣言しては、有言実行してっていうことを繰り返しここまで来たチームで、やっぱ何かしら世の中に、自分のやりたいこととか夢とかそういうものを発信するのってすごい大切だなっていうふうに僕たちは思っていて、だからこそ叶えられた夢がたくさんあると思っているので、多くのクリエイターにとって、夢を宣言する場所、そして夢を叶える場所を作れればいいなと思って今回のイベントを今作っている最中なんですけれども、ね、それこそ、まあ、ユーマはずっと夢だったあの曲を作ったわけじゃないですか、はい、ありがとうございます。それは YouTube をやってなかったらできなかったわけで、うん、で その曲をね、東京ドームで歌うなんてね、いやとんでもないことですよ、とんでもない、うん、でさらにまたその音楽活動に関してやりたいことがあったら東京ドームのその舞台で宣言できると、うん、やばい、やばいよね、ありえない人生ですよ、ありえない人生でしょ、うん、それがその多くのクリエイターにとってそういう場所になればいいなと思って、はい、夢をテーマに舞台を作っていければなと考えています。はい、前回1万人だったんですけれども、まあ、今回約5万人、うん、まあ5倍緊張するのかなと思って、まあ頑張ろうと思うんですけど、単純計算で、単純じゃない、すごい単純なのかな、いや単純でしょ、やっぱ人の数イコール緊張みたいなとこあると思うんでまあけど前の1万人でまあ全然大丈夫だったんで、まあ、ギリ立ってられるかなぐらいの気持ちで頑張りたいと思ってます生きてんね、だいぶ、よろしくお願いします。だいぶ真面目で生きてんね、多分東京ドームよりこの取材の方が緊張するよくないよ、現場凍っちゃうよお前あの野球観戦とかで東京ドームとか見てたのを立つ側になったっていうのがちょっとまあ不思議なんですけど、あのピアアリーナも楽しかったんですけど、東京ドームもすごい楽しみですので一日楽しみたいですでも俺も緊張してた、はい、あっちゃんのせいで映ってきた、緊張、はい、楽しみます。取材が一番緊張するんだもんね、人生で、はい、だから取材に比べたら東京ドーム緊張しないってことだ。いやそういうわけでもないけど、まあ想像できないけど、どっちの方が緊張するの、絶対取材でしょ、まだ分かんないけど、でもピアリーナと取材だったら取材の方がやばい、今だって1万人いるより緊張してるってことでしょ僕この間ワンオクロックさんのライブ、お邪魔させていただいたんですけど、その時にやっぱ観客席側からまあ見るわけじゃないですか、そのなんていうの、もう規模感に圧倒されちゃって、自分があそこに立つんだっていうのがなんか自分事として考えられないぐらい大きいステージで震えましたね、あそこに立つんだって考えると。けどまあ友達もいますし、他の、あの仲間のクリエイターもいますから、そこはなんかここから入念に準備をしていくことで、そのなんかなんだろう、そのステージに対する恐怖心とかそういうのと戦っていければなと思います。人前に立つと思ってなかった人生なので、あのとても緊張はするんですが、その緊張で何も覚えてないとかそういうことがないように精一杯楽しみたいです。伝説のトークマン、ユーマの番組任せてください、私を撮ってみるの。え、トークマン、トークマン東京ドームに立たせていただけるっていうことは、その集客力と厳選なる審査に通らなきゃいけないみたいな、うん、ところがあるじゃないですか、うん、それをやっぱやんちゃボーイみたいなイメージがあった僕たちがその通させていただいてるっていうのがすごい状況だなっていう。なるほどね。あの頃の僕たちだったら絶対
通らなかったものをここまで頑張ってきて、イメージをねクリーンに、できてきたのかなと、うん、はい、思ってすごい嬉しい感じなんですけど、本来のイメージに近づいたって感じ。そうだね、本当に本当すごいクリーンの人たちだからね、うん、本当はね、うん、で5万人と、うん、コール&レスポンスなんかやっちゃったりして、わー、やったばっかりだ、めちゃめちゃ盛り上がっていきたいですね。日付飛んじゃうんじゃない。いや、もう本当に脳汁ぶしゃーですよ、そういうことを言うとね。そうか、そういうの良くないのか、うん、で、まあ5万人と、はい、折り込んで脳汁ぶしゃー、大丈夫よくないんです、脳汁いや、まあいいんじゃない。僕たち YouTube を始めてからずっと日本を撮る、日本を撮るっていう風に言ってるんですけど、まあ、何をもって日本一なのかっていうのは、まあ、人によって違うと思うんですけど、まあ、僕たちは僕たちが考える日本一を目指して、まあ、それぞれの夢とかもあるので、うん、そういうのを叶えていきながら、活動を続けていければなと思います。はい、日本一になります。来ていただいた方々にはね、はい、なんていうか本当に思い出を作ってほしいっていうか、うん、なんか僕もそのよくそういうライブとか行ってた身なんで、帰ってる人たちの姿を見て、わあこのイベントやってよかったなみたいな、うん、思えるように、だからイベント帰る人たちの顔見たいですね。あ、うん、みんなが笑顔で帰っていただけるように楽しむ楽しんでいただけるように頑張っていくので、ぜひお越しください。夢を叫ぶ場所、うん、ということで今回やるので、やっぱ来てくれる人、見てくれる人もなんかこう自分の夢をなんか周りに言うじゃないですけど、もっとなんか本気で追いかけるようになってくれたらなと思うので、全力でね、その人の心を動かせるようなイベントにしたいなと思います、うん、いやー、もういいぞ。あっちゃんが緊張するとヒューガもすごい緊張しちゃうから頼む、はいはい、いやー、もう本当に来ていただけるファン、来ていただける方には楽しんでほしいですし、うんうん、まあ、やっぱ夢をサーカスというか、宣言する場所なので、うん、やっぱね、見ていただける、見ていただく方もね、その夢を見つけたり探すきっかけで、いや、僕もちょっとそれは思ってたんですけど、全く同じコメントするのはなしで、そうなんですよね、そういや、いや落ち着いていい、はい、ということでね、全部使ってください、もうそのイベントすごく僕楽しみなんですけど、それが一番いい、はい、楽しんでほしいです。いける、ヒューガごめんね、ヒューガごめん、緊張解いて一回映っちゃってるからごめんね、東京のヒューガ最初のやつどうしたの、頑張る、これあっちゃんの緊張すごくてすごかった、押し寄せてきちゃってたから、いいじゃん、エンタメに変わったし、あっちゃん、うん、終わったからもう、はい、まあ、東京ドームに来てくれる人たち、映像で見てくれる人たちっていると思うんですけど、僕たちからしても多分他のクリエイターからしても夢を叶える瞬間になると思うんですけど、なかなかその人が夢を叶えた、叶えるっていうこの瞬間を直で見る機会っていうのは多分あんまりないと思うんで、その瞬間の人を見るっていうのは僕たち的にも見てもらえるっていうのは嬉しいですし、なんか見に来た人たちからしてもなんかそれを見れるっていうのはなんか自分の人生に大きく響くのかなって思うんで、まあ、楽しんでもらうのはもちろんなんですけど、まあ、その夢を叶えた人たちを見て自分のやりたいことだったり今やってることだったりになんかさらに気持ちを込めて打ち込めるのもないですけど、なんかいい影響を与えたいなと思って僕たちも舞台に立つので、なんかその楽しむかつ影響を受けに会いに来てくれたり、その映像で見てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、まあ、僕が、まあ、このイベントを通してこの視聴者の方とか、見に来てくれる方とかに伝えたいことはやっぱその何かに縛られる必要はないよっていうのをすごい伝えたくて、まあ、僕たちは YouTube クリエイターなわけで、本職としてはやっぱ YouTube で動画を投稿することなわけじゃないですか。
まあ、一般的にはというか世間からしたらけど、まあ、僕たちからするともちろん YouTube クリエイターということに誇りは持ってるんですけど、だからってこう YouTube だけに縛られる必要はないと僕は思っていて、 YouTube を本拠地として例えば雑誌の表紙やったりとか CM やったりとかテレビで冠持ったりとか、でついには東京ドームに立ったりとか、その何か肩書きとかそういうので人生を縛るのはモテないなっていうふうに僕は思ってるので、なんかやりたいことがあったら何でも挑戦していいんだぞっていう、そういうのをまあ証明するそんな舞台になればすごいいいかなと思います。まあそれぞれやりたいこともある中で、ね、それぞれの夢がまた叶い始めるっていうのはすごい素敵なことですから、まあ、そういうところも含めて視聴者の人には、歴史が変わる瞬間、これの目撃者になっていただきたいなと、はい、思います。ちょっと臭かったかな。いや、すごいと思う。めちゃめちゃ切れてたよね、今。うん、切れある。すごい切れある。ありがとうございます。フレームぶち壊していこうぜみたいなことだよな。ありがとうございました。ありがとうございました。